豊川用水は、愛知県豊橋市をはじめとする東三河地域、厚見半島、及び静岡県湖西市を潤す用水路。豊川水系の他天竜川水系からも取水する大規模な農業水利事業である。豊川用水の建設を提唱した、近藤寿一郎ウレダム、尾張地方の木曽川、西三河地方の矢萩川と並び、東三河地方を流れる豊川は、 愛知県の三大河川の一つである。東三河地方唯一の水源河川でもある。関佐川と浦川が流しので合流し豊橋平野を流れて厚見湾に注いでいる。東三河地方は昔から幾度となく干ばつに悩まされてきた。特に南端にある厚見半島には大きな河川がなく、日照りが続くとすぐに考えが発生した。近世には 豊川を水源とする室用水や松原用水などの農業用水があった。豊川右岸の開発のために1567年には遺跡や水路が築造され、1869年には遺跡が松原に移築されている。豊川左岸や厚見湾沿岸の開発のために1888年に松原遺跡の上流約 4km に遺跡が築造されている。 近代には、豊橋市や豊川市の水道水にも使われていたほか、工業用水や発電用にも使用された。なんとかこの地域に、東、三河を流れる豊川の水を引こうと考えたのが、厚見郡高松村出身の近藤純一郎だった。近藤純一郎は、視察に訪れたインドネシアでの農業水利事業を、ヒントに、豊川上流の蓬来町にダムを建設し、貯めた水を、 東三河地方に導水するという発想を抱き、実現させようと、地元の人々に構想を解き、自らも国らに、精力的に働きかけた。当時の人々には、豊川用水の他にも、豊橋港を大きくして整える、赤羽町の池尻川を漁港にするという三つを指して、金庫と武器の三大ほらと言われたが、今ではそのすべてが実現し、私たちの暮らしを豊かにしている。 1930年以降には、全国的に昭和農業強行が起こり、日本政府は小規模で成果の高い事業に注力したため、巨額な事業費のかかる豊川用水は先送りにされた。1937年以後の日中戦争、太平洋戦争や東三河地方には、講師、原、天白原などの軍用地が多く存在したことも、 豊川用水の建設がなかなか実施されなかった理由である。太平洋戦争終戦から4年目の1949年9月、ブレダムを皮切りに国営事業として豊川用水の建設工事が始まった。1958年、農業用水だけでなく、水道用水や工業用水の開発が追加され、1961年に、 愛知用水港団に引き継がれることとなり、1968年5月30日、大野投資港で全面通水式が挙行された。水を安定して確保できるようになったことで、東三河の農業は大きく発展し、全国有数の農業地帯を形成するようになった。特に、厚見半島で農業産出額が大きく伸びており、 2006年度には田原市の農業生産額が全国の自治体のうちで第1位となった。通水した1968年には豊川用水流域の農業産出額は370億円だったが2015年には4.3倍のおよそ1600億円となった。田原市の農業産出額は2014年が813億円、2015年が820億円。 2016年が853億円であり、3年連続で全国の自治体の中で1位である。2018年6月1日には全面通水から50年を迎えた。また再生エネルギーの利用促進等を目的とした、省電力発電施設の本格運用が開始された。6月3日には、豊橋市の豊橋駅、南口駅前広場で記念行事が開かれ、 物産展や学習行事が行われた。9月29日には、豊川用水通水50周年記念行事実行委員会が豊橋市で記念式典を開催した。豊川用水は昭和32年1月18日に愛知用水公団と電源開発株式会社の間で締結された覚書により、天竜川水系作マダムからは、 佐久間ダム取水施設並びに大入線からは、大入投資校及び大地瀬川からは、フリクサ投資口を通じて取水している。2019年現在においても、ウレダムの貯水率が低下するなど渇水が生じた際には、佐久間ダムから豊川用水への導水を行っている。室用水、ありがとうございます。